はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、私すごくシューズを集めるのが好きで、結構ね頻繁にシューズを買ってしまうんですよ。で、今もうシューズクローゼットも収まらないぐらいシューズが増えてきてしまっております。また断捨離もしないとなと思ってるところなんですが、今回はですね、まあ、この今季夏に向けて買ったシューズたちが4つほどあるので、今日はそちらをね紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、というわけで早速紹介していきます。じゃあまず一つ目がじゃん、こちら。まあ、このシューズはですね、前にも購入品として動画上げたのでご存知の方も多いと思うんですけれども、海外の通販ストレッツっていうところで買った B3 ですね。やっぱ夏は B3 とかこういうサンダル系が本当に使えるんですよ。楽っていうのももちろんそうですし、あと合わせやすいんですよね。意外と B3 って聞くとなんかちょっと少年っぽさが出てしまうイメージだったりとか、ちょっとダルギっぽい感じの印象があるかと思うんですが、これもそうなんですけど、こういった素材感とかでちゃんと上品な素材のものとかを選んであげたりとかすると、意外と普段着と合わせた時も足元だけ浮いちゃうとかいうのもあまりないので、夏は結構マストで持っておきたいアイテムかなと思います。この B3 がですね、まずポイントがつま先の部分が、まあ、スクエアっぽい感じのつま先になっているので、こういったスクエア2のサンダルは結構今トレンドで、こういう B3 とかじゃなくても普通にミュールとか、あとはこうつま先も空いてるようなサンダルとかでもスクエア2結構たくさん出てるので、そういったものを選ぶのがいいんじゃないかなと思います。あとはこういう厚底なもの、ちょっとこうソールが厚底になってるものとかが結構おすすめかな。ペタンコのやつも可愛いんですけど、より今年っぽさが欲しいとか、なんて言うんですかね、よりこうゆるさを軽減したいっていう方はこういったまあ厚底なタイプのサンダルがおすすめです。今結構どこでも売ってると思います、こういうサンダル。全然このストレッチ海外の通販とかじゃなくても日本にあるブランドとかでもあると思うので、ぜひね見てみてください。私だったらこれにロングパンツだったりとか、白シャツにタンクトップにデニムにこれ、この B3 とかっていうのもすごく可愛いスタイルだなと思うので、なんかそんな感じで履きたいなって思ってます。これがねオフホワイトぐらいのカラーかな、ちょっとクリームっぽい感じのカラーなんですけど、こういうカラーとかにしたら足元も軽く見えると思うので、コーデになるかなと思うので、すごく肌なじみも良くて挑戦しやすいかなっていう風にも思います。では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。これもですね、まあ B3 なんですけど、さっきとは違ってもうこれはオールブラック、真っ黒な B3 をゲットいたしました。これがねチュクラっていうところのブランドのものになります。読み方合ってるか分かんないんですけど、こちらのブランドです。これもこんな感じでソールがやっぱり厚底になってますね。であとつま先もスクエア2になってて、こっちの方がより四角感が強いかな。なんかね本当に履いた時にね、スクエア2がめちゃくちゃおしゃれに見えるんですよ。エビの形に沿ってこうフィットしていくサンダルもすごい履き心地もいいし可愛いとは思うんですけど、やっぱり今っぽく履きこなしたいならこういったスクエア2を選ぶのがおすすめです。でね、あとこのサンダルなんですけど、わかるかな、これなんて言うんだっけ、なんて言うんでしたっけ、ここ忘れた。なんだっけなんだっけ、めっちゃど忘れしました、ど忘れしましたが、この部分、ここの部分、これがねこのサンダルすごい、こう分かるかな、クッション性がすごくて結構ふかふかなんですよ。でなんか太くて、これがまたね可愛いんですよね。なんか細めなものとかだとすごく足を華奢に見せてくれる効果があると思うんですけど、逆にこういった太めなものとかだとよりこうエッジが効くのでモードっぽさが増したりとか、そうちょっとこう足元にアクセントがつけれるので、なんかすごくシンプルなお洋服の時とかにこういうものを合わせてあげるとシンプルすぎなくておしゃれ上級者さんなコーディネートになるかなと思います。これもね本当にクッション性も高くって、あと素材もフェイクレザーなんですけど、ちゃんと普段着にもマッチしてくれるようなサンダルですね。はい、ということで続きまして3つ目がじゃじゃん、こちらでございます。またブラックのサンダルなんですが、これはですねこんなピンヒールのサンダルになります。これはZARA で購入しました。これもねめちゃくちゃ可愛くて、インスタとかにもねあげてるんですけど、またこれもスクエア2だ。こういうミュールって結構毎年毎年出てると思うんですけど、私は今回このザラのミュールにめちゃくちゃ惹かれてこれを買いました。一番のポイントはここですね、メッシュになってるんですよね、ここが。これが超可愛くて、最近のこのファッションの流れ的にスウェットとかウィンドブレーカーっぽい感じのものだったりとか、ちょっとスポーティーなアイテムっていうのが増えてきてるんじゃないかなって思ってて、結構ハイブランドとかでもスポーティーミックスな感じの洋服が出てたりとかするんですけど、そういう感じでこのメッシュが使われて
てることでスポーティー感がミックスされて、なんかこう上品なミュールがカジュアルに履きやすくなってます。普段から私そんなにこうザ・綺麗めみたいな感じのお洋服ではないので、普段の私のテイストとかともすごく合いそうだなと思って、合わせやすそうだなと思ってこちらをゲットしました。ヒールの高さはこれは多分10センチぐらいあるのかな、意外と高めだなって私は感じました。まあ普段私があんまりヒールを履かないからっていうのもあると思うんですけど、やや高めは高めなんですけど、でもね歩きやすかったです。このヒール、私はあんまりヒール履き慣れていないタイプなので、ちょっとね長時間歩いたりとかすると親指のこの辺りここら辺にちょっとね豆ができちゃって、まあ、私の歩き方があれだったかもしれないんですけど、ちょっとだけ水ぶくれみたいな感じになっちゃったんですけど、でも意外とこのヒールが細い割には歩きやすくて安定感もまあまああったので、これすごいおすすめです。すごい長めのロングパンツとかに合わせても足長効果抜群だと思うし、スキニーパンツとかショートパンツとか、前私はハーフパンツっぽい感じのものに合わせたかな、意外とそんなコーディネートでも合わせやすいアイテムだと思うので、こういったサンダルも1個持っておいても使えると思います。はい、じゃあ続いてラストになります。ラスト4つ目がじゃじゃーん、こちら、まあ、夏に向けてっていうよりかは最近買ったものとして紹介しようかなと思うんですけど、これがニューバランスの550っていうスニーカーですね。このスニーカーもねストーリーズ上げた時にみんなも可愛いって言ってくれたんですけど、結構どこで買いましたかっていう質問も多かったんですけど、ニューバランスの公式の通販で頼みました。普段私25センチなんですけど、足がこれも私は25センチを購入したんですけど、ちょうど良かったです。なのでいつも通りのサイズでいいかと思います。このスニーカーはなんかじわじわ海外の方とかでも履いてる方を見かけていて、最近でなんだろう、なんかこれね、このフォルムがめっちゃ可愛いんですよね。ちょっとレトロっぽいというか、なんかわかりますか、この雰囲気。すごくスマートなんですけど、なんかちょっとレトロっぽくて、でもレトロっぽさの中に今っぽさもちゃんとあってっていう、この絶妙な雰囲気を持ってるスニーカーで、すごく私は惹かれて思わず購入しました。なんか赤とか黄色とかグリーンとかブルーもあったし、いろんなね、カラーがあったんですけど、まあ、無難なブラックを私はチョイスしました。こちらはね、若干厚底になってます。本当にちょっとなんですけど厚底になってて、なんかここ最近ずっとこうダットスニーカーっていうすごいごついこうなんか白のスニーカーっていうのがもう定番になってきてると思うんですけど、何年かここ数年流行ってると思うので、ちょっと履き飽きてきたなとか、なんかまあワンパターンになりがちだなっていう方とかにすごくおすすめなスニーカーです。ダットスニーカーと比べるとやっぱりスマートなんですよね。コンパクトなスニーカーではあるんですけど、でもこのホワイトとブラックのバランスだったりとか、なんかなんていうのかな、本当に言葉で表すのがすごい難しいんですけど、絶妙なバランスが私はとっても気に入ってます。スニーカー私大好きなんですけど、これもね最近めっちゃ履いてますね。もう一個私ニューバランスのスニーカー持ってるんですけど、そっちもすごく気に入っててよく履くんですけど、そっちの方がよりけなしてるとかそういうわけじゃなくて、いい意味でちょっとおじさんっぽいっていうか、全体的にこうメッシュの素材が使われてたりとか、結構こう機能性に特化したようなシューズなんですよ。まあそれが逆に今はすごく可愛いなって思って履いてるんですけど、それとはまた違って、そのスニーカーよりももう少し綺麗めな感じだけど、でもスニーカーだからカジュアルにも履けるっていう、本当に万能なスニーカーだと思ってます。つま先の部分も結構丸っぽい感じのデザインになってて、履いた時のシルエットもすごく可愛いです。このスニーカーだったら本当に何でも合ってしまうと思うので、コーデ提案もなんか難しいんですけど、逆にまあデニムでももちろん合えますし、今のこういったミニワンピみたいなものとかでもすごく合うと思います。花柄のちょっとミニのワンピースとかタイトなワンピースとかでも合うと思うし、ショートパンツでも合うと思うし、ゆるっとしたロングパンツでも合うと思うし、スカートでももちろん合うと思うし、まあ、私はやっぱり白ソックスと合わせたいですね。最近私もずっと白ソックスを合わせるスタイルにハマっているので、そればっかになっちゃうんですけど、やっぱりその合わせは定番で可愛いなっていう風に思います。はい、というわけで以上4つが最近私が購入したシューズたちになります。まあ、やっぱり夏に向けてっていうので結構サンダルがメインだったんですけど、今季は特に私もサンダルの気分でして、気づいたらなんかこうパーって見ちゃったりとかしてますね。本当にねシューズってなんかわかんないけどね、すぐポチっちゃうんですよ通販で。今買い物なかなか行けないので、私はもう通販でポチってしまってます。いやー、そろそろ断捨離しないとはい、ということで今回4つシューズ紹介してみましたが、皆さんどうでしたか？気になるものはありましたかね？どれも使いやすいシューズで、多分この夏私もたくさん履くものたちだと思うので、参考にしていただけたら嬉しいなと思います。
はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。